いやー、刹那圭介だよ。よっしゃー、今回も行きましょう。前回このチェルシーちゃんが、の世界、てか夢の中に入ったって感じかな。まだどんな感じなんかなっていうのは全然つかめてないんでね。そういや、なんか、チェルシーここにおったけど、3色の薬。薬、変な匂いがするとかある。薬は、療薬、口に逃がしって言葉あるけど、匂いまで変なん。そんな薬は嫌だ。何の薬だろう？いい匂い。何が入ったの？いい匂いとか。お菓子？装飾品。装飾？携帯につけたりするビーズとかそんな感じ？ギャルやな。意外とこの子ギャルやな。他にも何もなし。じゃあチェルシー連れてこっちの方へ。チェルシーがおったらなんかカオル的な感じがもしかしたらあるないんかな。もういいや。影かかっとる。ん？開かないの？開かんのよ。なんかおかしいね。どうすればいいんだろう。知らんわ。お前の方がよう知っとんちゃうんかって思うんやけどな。開かんの？どっかに鍵はあるはずないんやけど。なにこれ、今エレンやったっけ。アレンやな。アレンの方に入ってきたような気がするけど、今のもしかして G ってやつですか。コードネーム G ですか。もう男女老若にゃんのどっちにも誰しもが綺麗なあのコードネーム G ですか。しかも何もないんか。出てきただけか。何だった今の。さて、鍵だよ、鍵。お？クマさん、好きなの。あ、クマだったん、これ。まあ、一番近いんクマやけどさ。ふわふわしてて、あったかいから。いや、それはぬいぐるみやけんだと思う。いや、現実の本物のクマやって、ふわふわしとうかもしれんけどさ。現実のクマは触ったことないやろ、あんた。触る前に殺されるもん。食われるわ。ああ、クマなんだ。どんだけクマ好きなんだ。そうやったら、この子は。これもう一回読んだらなんか変わったりするん？パスワードのヒントがここにありますよだったらわかるけど、そういうタイプじゃないよな、今回は。パスワードしちゃうけん、鍵やけんさ。特に何も変わらず。で、この美味しそうな匂いもようわからんし。なんだろうね。椅子とかに何か隠されとうとか。も、なんか動きよるし。え、何こいつ。毛玉みたいなのが動いてる。こんにちは。これチェルシーかな。チェルシーちゃうな。この毛玉だった。ボケ、今すごくお腹が痛い。うん？ん？お薬なら隣の部屋にあるけど、あの臭いやつかよ。あれあげるん。てかあれお腹の薬なん？あ、混ぜなあかんのじゃ。なんだったかな。その色では動いて、その色では注意して、その色では止まる。これ信号やん。動いてってんは赤で、注意してってな、動いては青で、注意してが黄色で、止まるってんが赤やな。案外簡単な謎解きだった。そう、おばさんに聞いた。何かと同じなんだって。信号やな。信号機やな。でも、失敗すると爆発するが、あなたはダメよって、えげつないもんを家に置いとくな。しかも子供の手に届くところに置いてあるし。届くどころじゃないよ。バリバリ扱えての状態やもん、こんな。いや、やってみるの？いけるよ。俺、どの色か今ので分かったけん。変に混ぜたら爆発するんか、これ。この薬だよ。これさ、薬は薬でもさ、爆薬の方の薬じゃない。さっき言った順番に
この無色のお薬と混ぜていくの。本当にするの？失敗すると爆発しちゃうんだよ。一応さ、怖いけんセーブしておこうな。いやー、人間どんな簡単なことでも 100% 成功するとは限らないっていうことをなんかの本で読んだ。だからセーブ、セーフティー。青じゃなくて緑の方か。まあ青って言いながら緑だったりするときあるもんな、信号って。なぜかって言うたらうんちくになるんやけど、なんだったかな、昔は緑も青の一つの種類だったっていうことを聞いたことある。爆発しないね。うん、これで大丈夫。このお薬を持っていけばいいと思う。お薬を手に入れた。しかしそのお薬はお薬でも爆薬の方のお薬のような気がしてならない。あれじゃない、温度上がってさ、なんだか引火点とかにたどり着いたら本当に火がつくんじゃん。怖いですね。怖いですよこれ。こういうのはもう棚の一番上とかに置いとくもんじゃないね。それか金庫とかに入れとけばいいのに。怖い怖いですよ。セーブしとこうか。本当怖いもん。この後もまた爆発する機会があるかもしれん。怖い。っていうかさっき並び方が緑、黄色、赤の順番だったけん、上から選んでいけばクリアのパターンだったんよな。ちょっとイージーやったな、これは。適当にやっても、なんか適当にやっても、やったー、適当にやったのにやったーみたいな感じになりそうよ。うん、お薬持ってきたよ。ありがとう。落ち着いてきた。すごくいいね。そうだな、これ僕いらないからあげる。なんだ、当て帳の切れしなんでお前が持っとんだな。ティーシーが持っとんなら私もさ、なんでお前が持っとん。どこで手に入れたん。森のおばあさんは薬を作るお仕事をしています。だから薬があったんじゃ。いやだからってさ、なんで家の子供の手の届くところに置いとくん。いや、薬を作る仕事、つまりはプロなんだろう。そういうちゃんとしっかりしとかな、そういうところ。お母さんの薬が消えると、おばあさんの家まで取りに行きます。とある日、いつものように、おばあさんの家へ行ってほしいと言われました。なんかこれ赤ずきんの展開のような気がするのはなんでだろう。俺だけかな。今日はお届け物をしてほしいの。いつもお世話になっているから。うん。パンやお酒が入っているけど、途中で食べたりしちゃダメよ。これ本当赤ずきんちゃん。前回で、レティとリックがヘンゼルとグレーテルだったような気がするんやけど、これってもしかして、チェルシー赤ずきんか？確率高いな。毎回言っている通り、寄り道はしてはいけません。はい。怖い狼がいるんだからね。もう狼とか完全にこの子赤ずきん決定やん。私はお返事をして家を出発しました。森を進む途中で私は綺麗なお花畑を見つけました。うん。今開いた音が。絶対ここですわ。ほらみ、鍵。開いてるね。誰が開けたか知らんけど怖い怖い。なんかちょっと森の中にある一軒の家みたいなハイジの感覚がありますね。おじいさーん。いやチェルシーそんな子じゃない。カカシがあるな。頭株とかでできとんかな。どうでもいいけど。ここら辺には何も調べるもんは特になかったん？キャッ！ネズミ！あ、ごめんね。手、掴んじゃった。ごめんね。ごめんね。いやー、それはごっつぁんですっていうところなんだよ。気にしないでじゃなくてごっつぁんですって返すところだよ、アレン君。少なくとも俺だったらそうかもしれない。言わなくても心の中ではそう思っていると思う、俺は。外に出たけど、
これからどうするの？うん。あ、そういえばアレン君が来る前に先生が来たの。ここから動かないようにって。でも約束破っちゃった。先生来たん？先生が来たっていう夢の中とかじゃなくてマジでここに来たって感じかな。だとしたら先生何者って話になるんやけど。まあアレンが来れるんやけど先生も来れんっていう理由はないんやけどな。探してみる？もちろん。うん。それじゃあおばあさんの家に行ってみよう。あ、待って。お花ちょっとだけ摘んでもいいかな？あ、別にいいよ。そうやな。何を摘めばいいんかわからんけど。なんこれ、いろいろな花が咲いているってあるけど、なんか花の種類とか聞かれたらどうするんこれ。蝶は特に調べても何もなしで、こいつ前にもおったような気がする。テトリスまた来た。これ前回遊んでもしょうがなかったやつや。各世界になんで一匹ずつテトリスで遊ぼうと持ちかけてくるやつがおるんかわからん。テトリスはなんか休みの要素なんかな、わからんけど、とりあえずできるくらいの感じなんだろうか。なんか意味あるんかなこれ。いろいろな花が咲いている、住んでいく、当たり前。お花を手に入れた。ありがとう。ここのお花好きなの。あ、そうなんじゃ。あ、ごめん、なんかごめんな、俺結構踏んどるわこれ。本当だったら摘んじゃいけないって言われてるけど、夢だからいいよね。ああ、積んじゃダメっていうことは先に言ってほしかったんやけど。積んでほしい、積んじゃいかんってことを言われとんも先に言ってほしかったんやけど、積んでもった俺。まあいいだろう。夢だろ、夢。うん、おばあさんのお家行こう。ここをまっすぐ行ったところだよ。オッケー。こっちはね。セーブしとこうか。なんか今回セーブ多いけど。まあいいでしょう。なんこれ、湖？え、こっから先行けんのか。この湖、まっすぐ行こうとしたらこんな湖があるんですけど。だけど僕らはくじけない、泣くのは嫌だ、笑っちゃおう、進めのパターンじゃないよなこれ。あれ、橋がない。ああ、橋を壊れたん。どうしよう、これじゃあおばあさんのお家に行けない。泳いでいく？頭がぐるぐる。あまり考えるの得意なタイプじゃないや。うわ、赤木だー。おくまりけー。こんな声だったような気がする。ん？ハロー、アリスに。アリス、ほらもう、お前チェルシーちゃんは結構可愛い子なんぞ。お前そんな子によくわからんこと言うな。ほら、なんで返せばいいかわからんようになっとる。あ、お前も黙るな。お前のせいだろこの空気。あんまり見つめんなよ、死ぬぜ。ああ、もうこんなん不審者以外でも何者でもないようなこと言い出した。嘘だって、そんな顔すんなよ。その顔にさせたのはお前やけど。その毛は渡りたいんだろ、俺が向こうにやってあげてもいいぜ。お、お前にそんな力あるんだ。嘘じゃないって、ただでとはいかないがな。ん？何これ？羊と左が犬で右何？パンか？ちょっと遊ぼうぜ。こういうの好きだろ。見ての通り、今ここに狼、羊、キャベツがある。キャベツだった。パンかと思ったらキャベツだった。よう見たら黄緑やな、確かに。ここに船があったとして、こいつら全員を向こう岸に渡したい。ただし、いくつか条件がある。一つ、船に乗せられるのは一度に一つのものだけ。二つ、羊はキャベツと一緒に取り残すとキャベツを食っちまう。三つ、狼は羊と一緒に取り残すと羊を食っちまう。この条件で、さて最短なんででいけると思うか。答えが分かったら俺に話しかけな。正解したら向こう岸へ連れてってやるぜ。そうだな、
アリスの世界のルールと同じように聞くのは3回までだ。3回目間違えたら当然デッドエンドだよ。んじゃホワイトだぜ。ガンダムホワイトレディーゴーじゃないけどなそういうんじゃないけどな。おらおらボケボケおらって殴り合うわけじゃないんやけどな謎解き来たぞ。この橋を渡らせる系、橋じゃないわ、川を渡らせる系のやつようあるよな謎解きで。まあとりあえずヒントをもらおうか。この3匹の3匹じゃないわ、2匹と1個にヒントをもらおうか。狼くん君はどう思う？ワン、モサモサしてる、あったかい。狼ってワンって鳴くん俺そういうイメージないんやけど、まあ犬の仲間やけん一応それでいいんかなぐらいの。あとチェルシーちゃん考えなさい、戯れている暇はないよ。次羊くんに。むぅ、羊って白くてふわふわでお腹がすくね。どういう考えからそれに至った？羊をなんかの食べ物と綿飴わかったわかった、でも考えようなちゃんと。次にキャベツくんに話を仕掛けよう。シャキシャキ喋ったし話しかけようって言うたん俺やけど、喋るとは思わんかった。シャキシャキ言っちゃった、どっから音鳴ってんだうん、これに関してはチェルシーちゃんも、シャン言っちゃったチェルシーちゃんもなんかすごい疑心暗鬼です。まあいいや、じゃあ今回はこの辺にしとこう。あの謎解きの部分はあれやね、次までにある程度考えておくんで、次はあの正解させるところから撮るかもしれません。考えるところは多分動画にせんかも。はい、というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。仕上げ、あ、Pマインド全開言い忘れとったじゃあね。